1分的紹介、丸役で LO。 この駅は一旦のうちに相手の山札を16枚以上削って山札切れでの勝利を狙うというもので、非常に派手な攻防デッキですが、最近は大会でもちらほら活躍しています。デッキレシピはこちら。戦い方はプリンセスカーテンのディアンティをバトル場にひたすら出して、ボスの指令を受けない状態を作り、輝く月光が属性でドローを進めて準備を進めます。手札が揃ってきたら不思議な飴でコネクスを出して、エネルギーリサイクルで山札にエネルギーを戻して、特製活力戦で丸役でにエネルギーを6枚加速、役でを丸役でに進化させて、そしてさらに不思議な飴でリザードを出して特製の燃え盛るを働かせます。さらに手札からエネルギーを手張り、マグマの滝壺を使うと丸役でには計8エネつくことになり、これにリザードの燃え盛るが働くので16エネついていることになります。この状態で連なる炎を使うことで相手の山札を16枚取らせてできるというコンボです。しかもこのコンボはカメックスを2回使って役でにエネルギーを12枚以上つけるパターンもありますので、さらなる大量取らしも現実的に可能です。ポケカは初手の7枚とサイドの6枚、そして攻撃するために博士の研究用でデッキを回すため、意外と山札は20枚以下とかに平気でなります。ですが相手が攻撃を完全に理解していると、あえてドローカードを使わないなどの対策をされることもあるので、若干の職業殺し要素は否めない部分は理解しておきましょう。連なるシャロン。